皆さんこんにちは、のぺんです。ザ・シムズ4キャッツ&ドッグ2やっていきます。よいしょ。さあ、ルーナちゃんのお腹だいぶ多くなりましたね。いやー、幼少の子供を妊娠しておりますよ。いやー、もう楽しみですな。はい、頑張っていきます。じゃあルーナちゃん、早速これをお片付けしてください。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、豆腐、お待ち、豆腐お待ち、豆腐待って、おい、なんか調子悪いだろ今。待て、止まれ。いやー、ちょっとこのキャンデルアリアさんとちょっとうまくいきそうだな、コージ。よーし、どうしようかな。まあ、まずキスをしよう。上品なキスをしよう。あ、セレナーデを弾くっていうか歌ってるだけだけどね。うん、まあまあいいでしょう。さあ、いっちゃってください。あ、そうか、上品なキスはあれだもんね、あの手にキスだもんね。はいはい、そうだな。シマゾ、じゃあまずキスを、おはようのキスを。あ、ビジャレアルーナ、あー仕事か、あーあー、キスの場面見てなかった。はい、仕事いってらっしゃい。じゃあもう一回ぐらいちょっとイチャついてきますか。おー、あれ、なんか、あ、そうかそうか、今これか。はいはい、じゃあこう情熱、あ、待って、あ、もしかしてキャンベルアリアさんお帰りですか。あー、お帰りですか、そうですか。残念、お預けですな。あれ、え、あー、そこ、あらー、わあ、すんごいキス。じゃあちょっと交際申し込もう。あは。なんこれは、なんだ。アリアさん、僕と付き合ってください。おーっと。おー、アリアはコージのガールフレンドになりました。おめでとう、二人とも。いや、ちょっと、まあまだ子作りは早いな。じゃあちょっと、なんか、ウフフなことしとこうか。超誘惑的。初めてのウフフ。あ、ルナちゃん、いってらっしゃい。まあまあ、コーヒーはどうでもいいから。まあまあ、クローゼットでちょっと、あの、一回ウフフやっときましょうか。はい。お、なんかすごいことやってた。好きだねみんな顕微鏡好きだね。あ、お、死神。幼児、ファッション街の昔の地下倉庫でコンサートだって。これは要チェック。8時頃行って、活性教科をしない。オッケー。もう死神の、ね、お誘いとあれば、スライクさ。で、ちょっと、見守っていきましょうか。もうこの距離があれだもんね、ちょっとなんか、あれだね、ちょっとエロいよね。はい、今、あの、ひよりちゃんは部屋にいないので。あー、ちょっと。すごい、超情熱的じゃん。やばい、クローゼット壊れちゃう。しかもひよりちゃんのクローゼットだからね、これ。ちょっと大事にしときなさいよ。ちょっと飽きそうになっちゃったし、やーばい。これいくら日和のお友達というのもちょっと怒っちゃうかもしれないね。お、日和の仕事が約1時間後に始まります。はい、あの、ちょうどよかったね。めっちゃどんどんしてる。あ、壊れた。壊れた。
はい、今日の郵便物が配達されました。あ、もうちょっとヘトヘトになってるじゃないか。じゃあね、ありや、待った。ちょっと豆腐豆腐豆腐。わあ、もう足真っ赤っかじゃん。お前は早くトレーニングあれ。お、紫色した、追跡者のアクションフィギュアを手に入れた工事。もう早く終わって、もう。はいよー、到着。みんなどんな感じ？あ、なんかみんなおじいちゃんになっちゃったね。まあ、とりあえず豆腐の診察を始めよう。どんな感じかな、ほんと久しぶりに来たから。あー、なるほどなるほど。あ、キャンベルアリアさん雇えるんだ。まあまあ、そのままでいいや。うわー、もうロジャースもおじいちゃんになっちゃったな。で、ゴメスもおばあちゃんになって、アビゲルさんは大人になっちゃったか。え、よし、診察やるぞ。さっき足真っ赤っかだったしな。はい、足が熱い。ほい、呼吸音。ドライアイと高熱。おう、あ、やっぱ体悪いんだ。心音は？ユランカ。肉球炎。おう、治療は？はい、安定がスナック。おーし、やったー。よく頑張った。はい、もう一回ただいまー。もう寝よう。はーい。さすがに寝よう。はい、おやすみ。こっちじゃないな。はい、こっち。おやすみ。で、あ、コージがいる。じゃあコージはちょっと伝説のトレーニングをやってて。お、ビジャレアルーナの分かれ道を選択する。ほうおうおう、チャリティー運動家か代議士か。そうだな。じゃあなんかこう、ルーナちゃんは世界平和をなんか目指すみたいな感じでいこうか。じゃあチャリティー運動家で。はいはい、昇進しました、おめでとう。ちょっとジョギング行ってきなさい。ありがとう、付き合い始めたんだって。おめでとう清水マリコ、ありがとう。はい、ジョギング。はい、ルーナちゃんおかえり。もう寝ようか。あ、まあなんかめっちゃ疲れてんじゃん。はい、おやすみ。お、妊娠後期か。もうすぐできるんかな。じゃあ楽しみだね。やっぱなんかお腹すんごいもんね。なんかいきなりなんか大きくなったんだけど。わあ、すごいすごい。お、コメディアンドイタズラフェスティバルが街にやってきました。お、ちょっと、そうだな、行ってみようか一回。みんなで。ルナちゃん、幼児。で、コージ。あとは、ひよりちゃんは？あ、いけねえか。あー、アリア様は来れないか。はいはい。ほいほいほい。到着。そうだな。確かこっちでなんかいろいろやってんだよね。あ、なんかソフィアさん歌ってる。これ何？あ、花火か。じゃあまあとりあえずなんか、あ、腹減ってねえか。じゃあとりあえず、じゃあ一緒にジョークチームに。コージ、
ネットで見たんだけど、コメディ&イタズラフェスティバルの T シャツが今大人気なので一緒に買いに行かない。いや今来てかね。てかだ誰マーリネー死んでるけど。さあ、ドクロ工事系はジョークチームで頑張るぞ。おーい、みんな。どこにいた今。おろおろおろ。てか、ルーナちゃんはお腹大丈夫かな大変じゃないかな。やっぱこういう感じで歩くのかな、妊婦さんって。あー、大丈夫かな。あー、これ多分水タバコでしょ。あー、これはあのルナちゃん吸っちゃダメだからね。お、いたずらチームが5ポイント。無双だから、めっちゃリードされてんじゃん。じゃジョーク、ジョーク、なんかジョークとかある。ありえない末次芸を見せる。やばいやばいやばい。あ、中村瑞希。あー、てか盛り上がってんじゃねえ。戦え、戦うんだ、おめら戦え。戦え戦え。あ、なんかバイオリン持ってきてた。よし、こいつを。うわ、なんかめっちゃ戦ってる。お、幼児のコメディスキルが、レベル5になりました。よし、仕掛けろ。あー、イタリアチームが3ポイントリードします。あー、ルーナちゃん、ルーナちゃんもう勝手に行ってきて。ごめんごめん。ほら、飛ばしたるぜ。よし、はい、ブードゥに食いついて、ひねくれ。イタザチームのもの、ちょっとみんなも戦って、みんなも戦って、電話。ありがとう、付き合い始めたんだって思う。さっき言ってたじゃん。じゃあこの人に、じゃあこの人にイタズラチームのモノマネ。戦ってる、みんな、みんな戦ってる。戦ってないね。はいはい、イタズラチームからかえ。ああ、おひねりあげてる。いいけど。あーと、こよ、あ、今度の時間一緒に行こう。 OK、 すいません、抜けます。ヨウジさん抜けます。もう何やってんすか、もう。ありえないソーセージゲー。やべ、めっちゃ笑ってる。これが、え、いてねえ、何するんすか、何するんすか。よし、ジョークチームが3ポイントリード。よし、ブルーについてひにくれ。やべ、めっちゃ笑ってる。あー、この人も綺麗だね。いやー、この世界綺麗な人ばっかや。よしよしよし。わなしーし、マンスキルプロゲーム。おめでとうございます。ルーナはこの街を食べ尽くす、食の第一歩を踏み出しました。ほうほうほう。なんかこの辺ちょっとグッズ買おう。ちょっとルーナちゃん暇そうだから、グッズ、グッズ買って。あー、なるほど、コメディ系のやつか。はい、まあいらない。はい、ありえない、ソーセージゲー。よし、ジョークチームが2ポイントリード。うわー、あ、なんか帰ってきた。
イービルビーバーズのコウさんとは最高だったね。お、なんかすげえ。やっぱコウジめっちゃすげえな。そうだ、コウジなんか能力を使え、なんかお前持ってたな。ハーメルの風吹き、マドロミの消極、いけ。なんかこれが音楽の願望の、あ、やばい、なんか眠くなってるみんな眠くなってる。え、あー、なんかみんなやばいやばいやばい、コウジのスタンド能力がやばい、結構強力。ちょっとルーナちゃんとひよりちゃんは帰ろう。コウジもちょっと帰ろう。あ、なんかフェス終わったっぽいよ。じゃあ俺も帰ろう。はーい。あ、早く食え、もう。何食ってんの？フォー。フォー好きだな、お前ら。あ、ルーナちゃん、おはよう。あ、トイレか。おはよう。あと、50シモリオの寄付を集めるか。はいはいはい。あ、そういうなんか、募金活動みたいなことをするのか。ああ、なるほど、デモをするみたいなことはやるんだ。はいはいはい。で、ルーナちゃんはどうするの？今から何をするの？クミャオ、うー、シビュー。もう妹の部屋で何やってんだよ。あ、とりあえずちょっと遊んどこうか。ちょっとひよりちゃんごめんね。遊べ遊べ。もう妹の部屋で何やってんの、もう。でもヒューちゃん笑ってる、怖いな。今日は仕事はあるか。おお、妹よ。ちょっとプログラミングやっとこうか。はい、ルナちゃん、あ、仕事頑張って。あー、トイレ、トイレは仕事場でやってきて。あー、臭い、これだよ、これ。誰だ、豆腐タコすくいっぱなしの人は。あ、まさか漏らしたまさか漏らした。あー、なんかめっちゃ汚れたごめん。あー、大丈夫だよ、そういうこともあるよ。シャワー浴びて。うわ、すんげえどんな漏らし方したんだ。あー、24時間以内に払わないと。はい、了解。待って、はい、請求書。あ、1798シモリオン、ついに1万台突破した。やべえ、大丈夫かな。じゃあ、可愛がってきなさい。で、餌を補充。はーい、ルナちゃん、いってらっしゃい。よし。あー、でも屈辱かな。チャリティー運動家がかわいそうに。はい、ルーナが仕事に出かけました。オッケー。あー、ブラザー。あー、楽しさが微妙だな。そうだな。あーっと、作曲始めようか。はい。そしてこれを、はい、頑張って。じゃあひよりちゃん、いってらっしゃい。
で、なんかめっちゃバラバラで弾いてるけど、なんかセッション感がパライわ。あ、陣痛が始まりました。戻ってこい戻ってこい。ルナちゃん、ルナちゃん、こっち、こっち来い、こっち来い。やばいやばいやばい、こっちに座って、こっちに座って。ルナちゃん、こっちに座って。いやー、まあ、ちょっとあの工事は、じゃあちょっとあの落ち着かせるために、あー忙しくなってくるぞ。赤ちゃん触ると頼む。あー赤ちゃんの出演テレビを訪ねる今だよ今だよ。赤ちゃんいつ生まれるかな。あー赤ちゃん、あ動いてる動いてる。いつ生まれるの。あ今から今だよ今だよ。近所の歓迎、行け、滑ろう滑ろう。まあまあ、おざなりなどに今そんなところじゃねえわ。僕に。はい、じゃあちょっと頑張って頑張って、赤ちゃん触らせと。義理の弟もあの赤ちゃん触って。おお、ウェイメッブラッシュ、ロゴラ。ドリンク作ってるドリンク作ってるよこの人。やべえ、なんかドリンク作りめっちゃうまくなってるけど。うわお父さんお父さんお父さん戻ってこい。あーと、ちょっとルーナちゃん座ってて座ってて。ね、悩むショットしてる。クローゼットの中に泣く。あー漏らしたことか。うわー、今それどころじゃねえだろう。ちょっと。あーもう漏らしたこと気にすんなよもう。今それどころじゃねえだろ。早いな。お、立ち直るの早いな。ちょっと。ルナちゃんどこ行くの。あー、そうだね。ま、あの、漏らしたトラウマがあるからね。はい、病院で赤ちゃんを産むもあるのか。いや、待って。幼児、早よ、幼児、早よ、来て。なんかちょっとなんかハグとかしよう。ハグ。生まれるぞ。頑張って。もうじっとしててくんないかな。あ、まあ流してなかった、ごめん。ちょっと座ってて、お願いだから。お、工事と成功の頂点を見る。あ、映画のことか。うわぁ、もう、下でゆっくりしとってくれ。赤ちゃん生まれるから。これが成功の頂点。あーとールーナちゃん、ちょっと。エネルギー不足。あ、ちょっと。ちょっといてあげて。ハグしよう。あ、大丈夫かな、ルナちゃん。ルナちゃん起きた。シューシャー。うわ、もうそれどころじゃねえよ、ルナちゃんも赤ちゃんも。あー、生まれたー。頑張って。ヒーフ。
頑張って頑張って。あ、おめでとう。ルーナ、女の子を見ました。あ、おめでとう。この赤ちゃんには名前が必要です。彼女をどう呼びますか？そうだな。名字は、まあ、ドクロ、工事病院、またドクエオって書いてた。ドクロ工事、そうだな、仲間。名前、仲間じゃねえや。名前はそうだな。やっぱちょっとね、世代が進んでるから、ちょっと、今風かつ新しすぎないみたいな名前がいいな。よし、決めた。わーかば。よし。あー、漢字かひらがな、ひらがないでしょ。よし、若葉ちゃん。はい。はーい、生まれましたはい、ドクロ工事若葉ちゃんです。おめでとう。よう頑張った。よう頑張った、よう頑張った。泣ける、泣ける。早くタクシー乗ろう。早くタクシー乗ろう。早く泣きしめて。ごめんごめんごめん。あれ、工事。あ、工事。コージ、メイクができたぞ。あ、おむつか。違ったー。あ、さすが工場にお兄ちゃん。やっぱ子育ては2人目だからね。ひよりちゃんを経験してるから、この2人は。お前らお話やめろもう。あ、若葉ちゃん。あ、ちょっとお父さんも、ちょっと、優しく話しかけてあげて。あ、豆腐豆腐。赤ちゃんできたぞ。はい、それでは、じゃあ今回はここまでにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のっぺんでした。さよならー。